あの、アメリカってのは、うん、日本から輸入が多いっていう、まあ多いんだけどね、一番多いのは文句なしで自動車なんです。うん、で、自動車ってね、でもね、乗用車って現行2.5%。ええ、ほとんど完全かかってない。その2.5%の関税すらね、15年目に作品開始。うん、15年目ですからね。で、25年目で撤廃。はい、四半世紀かけんだね、これ撤廃まで,です、ね、でも、もともと2.5なのね。で、一番ね、実は影響が大きいのはあのトラックなんですよ。 トラックっつかねあれですよストラクチャードユーティリティビークル SUV アメリカってね SUV をなぜかトラックに分類してんのあれトラックなんですかよく分からないけどそんなふうに思いやすいよねスポーツユーティリティビークルですよちょっとかっこいいやつかっこいいやつですよねでもあれトラックなんですよで25%完全かかってるこれが一番でかいんですよね取っ払ってもらうとするとトヨタとかホンダとか日産とかのトラック系が日本から売れるでしょう。トラック系っつって SUV だねでこれね 29年間関税維持29<年>、はい、で30年目に撤廃、えー、うおーいと明らかにこれアメリカは自動車保護してんじゃないかとそんな時間かけてる <laughs> SUV ね, SU v ねビッグ3つまりクライスラー GM フォードの命綱なんであそうこれを撤廃しちゃうと日本の攻勢を受けると本当にやばいっていうことなんだけど、うん、だったら TPP なんか最初からやらないと話すのは私にはそれは <laughs> でもあのそこはまあちゃんと関税はずっと守る事実上守るわけですよ四半世紀とかへえすごいですね四半世紀ですよ四半世紀で自動車部品ね <laughs>、えー、即時撤廃ってギアボックスとか うん、これも2.5なんですもともと関税が。ただたえ影響ないとも2.5%の関税が撤廃されても、うんはい、即時撤廃されても。で関税が比較的高い車体これ4%かな、うん、?6 年目タイヤこれも3.4から4なんだけど10年目え電気自動車用リチウムイオン電池3.415、うん、年目、うん、即時撤廃じゃないんだよなんかねなんか自動車部品について全部即時撤廃されるような印象の報道してんだけど知ってるでしょえー、えー、そう思っってましたそ嘘は,はい。そうです <laughs> 即時で,で<も>これ日本の台米輸出って実はね、えー、自動車が26%なんですよ4分の1以上 1>、えー、はいこれは、ね、でかいですよだって一分野ですよ自動車って、えー、そうですねそれで4分の1なんですよねだからそれが一番影響あるトラックっていうのは29年間守り通すんですよアメリカは、えーえー、で部品とかもまあじれじれ引いていくんだけど、えー、乗用車もね、まあ、15年目削減開始で25年目だからね、えー、まあ先の話でしょうとそうですね先の話でしょうとで TPP 参加予定国、ね、に対する日本の輸出を見ると対アメリカの輸出がやっぱり高いですね56.8%、うん、つまり一番輸出が多いアメリカが日本がでしょ日本,が日本の輸出が多いアメリカが一番輸出の割合が高い自動車については守り通してるんでんこれ別に日本の輸出増えないじゃないのちなみに日本の輸出が2番目に多いのはシンガポールなんです意外なことに9.27%なんだけど さっっき言ったけどシンガポールって日本ともともと EPA 結んでるんで全然関係ないしね、えー、別に TPP 発行したところで、えー、というわけでじゃあ TPP で一体何がいいことあるんだ輸出増えな、ー、いのかあふません少なくとも10年は無理ですね<ー>まあ厳密に言うと15年20年後の話ですね <laughs> なんですよつまり一番おいしい部分ってアメリカが,がっちり守ったんですよ <laughs> SUV ね特にね何なんだ,だから30年目ええー、30年目私が76歳になった時 <laughs> <laughs> あのアメリカは SUV を完全に撤廃してます、それまでずっと維持ですからねあの、全身的に減らすわけじゃないのね、ずっと維持なんですよ。うん、どうですか、この交渉力、すごいでしょ、アメリカの交渉力。<laughs> TPP って、経済効果ってあるんですか、日本人、はい、得するのかな。